パスカル・ブリュックネールは、フランスの小説家、随筆家。哲学と文学を収め、パリ政治学院で教鞭を取った。ロマン・ポランスキー監督の映画、赤い航路の原作者として知られ、日本語訳された著書に、無垢の誘惑、お金の英知がある。パスカル・ブリュックネールは1948年12月15日、パスカル・エティエンヌ・ブリュックネールとして、パリのプロテスタントの家庭に生まれた。 幼い頃から結核を患い、オーストリア及びスイスのサナトリウムで過ごした。チチルネ・ブリュックネールは、パリ国立高等工業学校の技師だったが、2014年に発表した自伝小説、立派な息子でパスカル・ブリュックネールは、父は妻を侮辱し、暴力を振るう男で、しかも人種主義者、反ユダヤ主義者であり、 1942年から1945年まで、ナチスドイツ占領下における強制労働奉仕に志願してベルリン及びウィーンの工場で働いていたと、初めて家族について語り、父を反面教師として育った。私は彼の敗北であるとしている。母モニック・ブルックネイルは、ペトロポリスの高校教員だった。リオンのイエズス会系の学校。 パリのアンリ四世高等学校で学んだ後、パリ第一大学、パリ第七大学、さらに高等研究実習院と進み、哲学と文学を収めた。1975年、ロランバルトの指導のもとに、パリ第七大学に提出した、博士論文は、空想的社会主義者、シャルル・フーリエの思想における性の解放に関するもので、ある。 ニューヨーク大学などの米国の大学で教弁を取った、あと、1990年に、パリ政治学院の教授に就任した。グラセ社から、多くの著書を発表する傍ら、ヌーベル・オプセル・バトゥール紙、ルモンド紙などにも寄稿している。ブルックネールは、最近になって、チチルネが反ユダヤ主義者であったことを辞書で明らかに、したが、これまでたびたび、イスラエル支持を表明していたため、 ユダヤ系知識人と見なされていた。滑稽な歴史の皮肉だと彼は言う。ブリックネールは、政治的には左派であり、学生時代に、ソルボンヌ大学の学生として1968年5月革命で、活動し、当時の多くの若者と同様にマオイストであったが、1970年代には、アンドレ・クリックスマン、アラン・フィンケル・クロートラと共に、新哲学派の一人とされた。 1983年から1988年まで、物理学者のアルフレッド・カストレル、哲学者、小説家のベルナール・アン・リレビ、作家のマルク・アルテール、経済学者、思想家のジャック・アタリ、ジャーナリストのフランソワ・ーズ・ジルー、民族学者、知性学者のジャン・クリストフ・ビクトルが1979年に設立した NGO、飢餓救援活動運営委員会の委員であった。 1992年から1999年にかけてユーゴスラビア紛争、クロアチア紛争、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争、そしてコスボ紛争におけるセルビア人勢力による攻撃に対する抗議活動を行い、1994年欧州議会議員選挙では各政党はユーゴスラビア紛争を考慮しなければならないと主張する。党派、欧州は サラエボに始まるから、ベルナール・アンリ・レビ、アンドレ・グリックスマン、ロマン、グーピル、アラン・トゥレーヌらと共に立候補した。当時、サラエボ包囲の最中にあって、メディアで大々的に取り上げられ、マレク・アルテール、スーザン・ソンタグ、ポール・オースター、ナディン・ゴー・ディ・マーラの作家を中心とした支援委員会が結成された。同様に、1999年のコソボ・紛争では、 アラン・フィンケルクローと、ベルナール・アンリ・レビラーと共に、NATO による軍事介入を支持した。2003年、ブルック・ネールは、マレク・アルテール、ベルナール・アンリ・レビ、フェミニスト活動家のファデラ・アマラ、作家のニコル・アブリル、政治家のデルフィー・エヌバと、国際関係戦略研究所所長パスカル・ボニ・ファスラと、共に、中東和平に関する、ジュネーブ合意の支援の呼びかけに署名した。 2003年3月、サッター・アムフセイン大統領の弾劾を支持する、ブリュック・ネールは、アンドレ・グリックスマン、ロマン、グー・ピルラと共に、ジョージ・ W ・ブッシュ政権によるイラク戦争を支持する記事を、ルモンドが見に掲載したが、この3年後に、彼らが創刊した、世界の最良のもの死の2008年5月号で、ブッシュ支援の過ちを認め、ジョージ・ W ・ブッシュは、フランクリン・ルーズベルトではない、 アメリカ同時多発テロ事件の衝撃で世界情勢が見えなくなり自国とイラク人を破滅に陥れたと一転して批判に回った。サハドッタ・ブリュックネールが2007年フランス大統領選挙では右派のニコラ・サルコジを支持したが2011年にはサルコジの言説は誰もが餌にありつける巨大なマグサオケのようなものだ。ジャンジョレスの言葉を極左や 極運の言葉のように引用すると、失望をあらわにしている。ブルックネールは、イスラムフォビアという概念を否定している。特に、2010年に、リベラシオンが見に、イスラムフォビアというデッチ上げと題する記事を掲載し、イスラムフォビアという言葉は、ゼノフォビアを真似た言葉であり、目的は、イスラム教をアンタッチャブルなものとすることであり、これに触れると、人種主義だと非難される。 このような言葉を作るのは、全体主義のプロパガンダのようなもので、ある宗教と信仰体系、そしてこれに属する、あらゆる出羊の信者を混同させることになると批判した。彼はまた、イスラムホビアという言葉は、アメリカのフェミニストに対抗するために、1970年代後半に、イランの原理主義者によって作られたと主張していたが、社会学者のマルワン・モハメットとアブザラリ・ハジオットによって、 虚偽と認定され、AFP によっても虚偽であることが確認された。2013年11月、コズール紙に掲載された、売春客罰金制の法案に反対する、下劣な男343人のマニフェストに、署名したをもじったものである。ナジャット・ワローイコール・ベルカセム女性権利大臣が、起草した、売春客罰金制法案は12月4日に、国民議会で可決された。客は、 罰金1500ユーロ、売春婦が未成年者、または障害者の場合は、懲役3年及び罰金4万5000ユーロを課される。2015年、ブリュックネイルが、アルテの番組、28分で、同年1月7日に発生したシャルリー・エーブド、襲撃事件について、ラッパーのネクフラのほか、ジャーナリストのロカヤ・ディアロラが設立した反、人種主義団体、不可分なもの、 ウーリア・ブテルジャを中心とする共和国原住民などの著作物や活動がシャルリー・エブドのジャーナリストの殺害をイデオロギー的に正当化したと表現したことで両団体がこれを名誉毀損として訴訟を提起した2017年1月17日判決が言い渡され両団体の訴えは却下された2017年10月フランス語の政治番組 C ポリティックに出演し、包括的処方の問題されている問題について、包括的処方は、愚行と全体主義の混ぜ合わせであり、LGBT や小児性愛者が除外されるために、全面的に反対すると、LGBT と小児性愛者を同等に扱ったことで批判を浴び、すぐに悪い冗談だと撤回したが、メディアは、彼が40年近く前の1979年に、 小児への愛はその肉体への愛だとして裁判にかけられた某小児性愛者を支持する請願書に署名したことに言及した。ありがとうございます。